ま、勝つのは俺だが、弟の恩人だからって手加減しねえぜ、ティーチ。おいおい、なんだか面白いことになってるな。俺はラキュレ剣士様だ。さあ勝負だ。どう見ても個性を持て余した輩以上には見受けられねえよ。嬉しいけど、今度こそみんなやっと幸せになれるんだよね。ただ今は狩りや拷問、またはその研究だな。辰巳、あなたが最初から本気を出してたらどうなってたかわからない。約束してください、いずれ必ず。エアリーテイルを作った一人だったのか。俺にはそんなこと一言も。さ、相沢先生、一昨日提出したプールの使用許可のことなんですけど。分かっているが、待っているだけではもっと大きな苦しみにまた襲われる。無茶ばっかりしてるからよ、少しは懲りた。バカスタ、マリアロスだな。間に合ったか。想像を絶する痛みだろ。俺がいかに人殺しとして素質があるかとか、涙ながらに力説するんだぜ。お前は俺の罪とは関係ない。それに気になってることもあるしな。捜索に第十班だけを向かわせたって聞いてね。どういうことだい？かたじけない。援護は任せ、存分に暴れてやれ。レビーとリリーの匂いもすんぞ。つかあれ船だろ、なんでガジルもラクサスも平気。一つの神が消えたか。一体これからどんな時代が来るのやら。何か用事があったんでしょう。第七のコンロ中隊長です。そんなことありえません。俺が直接炭治郎に話を聞く。だからお前はゴンデロ。誰もが人生かけて命張る場所、怖けりゃ家で震えてな。お坊ちゃんよ、
体拭きますね。自分もスタンプマン好きっすよ。彼は熱いヒーローさ。でもやっぱり精霊の神のようこそハート王国へ。いただいた際にお久しぶりです。なんかちっちゃくないか。かなり良くなってきてます。やってないです。フレイってば急に何を言い出すのよ。ジンジャーまでそんな冗談を。行くぞ。乾き尽くせ。乾きが欲しいか。傷残っちまったな。ウェンディに頼めば傷消せるんじゃねえのか。カズマさんとの付き合いも長いけど、ほんと無茶するわね。任せて。この少年の裁判を行うと心より尊敬する親方様であるが、理解できないお考えだ。俺はこの歌嫌いでしたよ。死んでいく海兵を称える歌なんて。